させていただきます。皆さんこんにちは。本日は有田市長選挙に伴う公開討論会に多くの皆様にご参加いただきましたこと、心より御礼を申し上げます。私は社団法人浅間青年会議所理事長を務めております穂坂康と申します。私たちは社団法人浅間青年会議所はこの浅香、四季、和光、新座この4市を活動の拠点として子どもたちの青少年教育事業やいろんな経営の勉強、町づくり、そんなことをさせていただいております。そして今回のこの公開討論会なんですけども、やはり私たちはこの新座市がふるさとです。このふるさとをもっともっと良くしていきたい。そして一人でも多くの人にこの新座市に興味を持ってもらって、みんな一人一人がこの新座市の街は自分たちの手で作るんだ、そんな思いを持っていただきたい。そのために今この公開討論会が必要なんじゃないか、そんな風に考えております。皆様もご存知の通り、このエリアの投票率は非常に低いものがあります。この投票率が低いということは、市民の方々がこの町に関心がないんじゃないか、この町をもっと良くしていこうという思いがないんじゃないか、そんなような数字だというふうに私たちは捉えております。この公開討論会をやることによって、ただいま立候補表明をされた方々の話を聞くことによって、少しでもこの町に興味を持ってもらう、みんなでこの町を良くしていこう、そんなような気持ちを持ってもらうために設営をさせていただきました。本日の表明者の話を聞いて、皆様一人一人が今度の投票に対して有意義な情報が入ること、そしてさらにその先の素晴らしい新座市になることをご祈念させていただきまして、主催者の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、豊かな街づくり創造委員会委員長本田博樹より開催趣旨のご説明をさせていただきます。本田と申します。よろしくお願いします。本日お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日の説明させていただきます。私たちは明るい豊かな社会を目指して活動しております、団体でございます。私は主にまちづくりを担当しておりますが、まずこの地域ですね、先ほども議長がいましたが、とても投票率の低い地域でございます。これはなぜかと言いますと、私たちは行政や政治に、参加する機会がとても少ない、まあ、どのように参加していいかわからないというふうに考えまして、それではこの公開討論会という場でぜひ、立候補表明者によります政策等を聞いてですね、身近なものに感じていただきたいと思いまして、公開討論会を設定させていただきました。なかなかですね、この興味がないと言われ続けているんですが、よく聞くとですね、とても皆さん、関心、興味のあることをおっしゃっておりますので、ぜひこの場で皆様の、政策を聞いてですね、判断していただきたいと思います。それではこれで趣旨説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。続きましてルール説明に入りたいと思います。本日のルールを説明していただきます。久保田恵理子君、よろしくお願いします。させていただきます。お手元の資料にもございますので一緒にご確認していただければと思います。登壇者の発言を妨げるような言動、やじ、主語などはおやめください。開会時、閉会時および
会またはコーディネーターが促したとき以外の拍手はおやめください。特定のパネリストのイメージに関わる行為、プラカードの提示や宣伝活動、特定立候補表明者のイメージをアピールする服装の着用、政治活動、選挙活動はおやめください。原則としまして、開会後の入退室は閉会までご遠慮願います。客席からの立候補表明者への直接の質問などは一切ご遠慮願います。主催者側が許可した場合を除きまして、ホール内での写真、ビデオ等の撮影、録音は一切ご遠慮願います。携帯電話、アラーム、ポケットベルなどのスイッチはあらかじめお切りください。上記の事項を厳守いただけないために、討論会の運営に支障が生じると判断されるような場合、退場していただきますので、あらかじめご了承願います。スムーズな運営にご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。本日コーディネーターを務めさせていただきます、埼玉ローカルマネリスト推進ネットワーク原口和典様に入場していただきます。皆様大きな拍手をお迎えください。本日コーディネーターを務めさせていただきますいただきます原口様は、埼玉県内各地でローカルマニフェスト型公開討論会を数多く務められております。その他、明細におきましてはお手元の資料をご覧ください。公開討論会を始める前に原口様よりローカルマニフェスト型公開討論会のご説明をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました埼玉ローカルマニフェスト推進ネットワークの原口と申します。本日は精一杯コーディネーターを務めたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、私の方からですね、冒頭はローカルマニフェスト型の公開討論会ということで、その概要とご説明をさせていただきたいと思います。少々お時間をください。こちら画面等も使ってご説明をいたしますので、はい、可能な限りで画面を見ていただけたらと思います。私の説明、大きく2つに分かれております。1つ目がですね、ローカルマニフェスト型と歌っていることもありますので、このマニフェストとは一体何だろうという、すでに皆さんはご承知の方多いと思うんですけれども、簡単に復習をさせていただければと思います。で、2つ目ですね、このマニフェストを意向表明者の皆さんに伺いていただく認可者の現状についてということで、客観的に見て取れる情報、データというものを事前に皆さんと共有していければなというふうに考えております。早速中身も入ってまいります。さて、このマニフェストとは一体何でしょうか。皆さんもですね、様々なところでこのマニフェストということを聞きかと思いますが、一番簡単にこう定義の方をしていきますと、マニフェストとははっきりと示した公約、政策集ということができます。何をはっきりと示すのかということをこちら画面の方で簡単に下の方にですね、イメージ図を書いています。この街をどうしていきたいのかという理念、そしてその理念を実現する道具である政策をはっきりと示したもの、これがマニフェストです。そして政策をはっきりと示すということ、はっきりとということは具体的に書かれるということ、具体的であるからそれは実現されているかどうかということが後で検証できますので、じゃあこの検証できるようにするためにその要素として使い勝手が良ければ使ってくださいというふうに推奨されているのが数値目標ですとか期限、財源、工程、こういった要素を使って書くと、検証可能な形で書くことが容易になりますということでご案内をされています。もう一度確認をさせていただきますが、マニフェストとは
理念があって、その理念を実現するための政策、この政策がはっきりと具体的に示された公約政策書のことを指しています。そしてこのマニフェストが実際に町の政治に導入されることでどう変わっていくのか、イメージ図の方をお示しをしています。後ろからなかなか見えないと思いますので口頭でご紹介をさせていただきますと、従来型の公約は矢をすると抽象的であったりですとか、まあ、スローガンのような形にとどまるものが多かったように感じています。これマニフェストですと、先ほどもお伝えしましたように、どんな街にしていきたいのか、その街にしていくためにどんな政策が考えられるのか、このことが具体的に示されます。また選び取る住民市民にとっても、じゃその具体的に示されたものならば私たちは支持するよ、支持しないよ、そういうより踏み込んだ選択ということができるようになっていきます。マニフェストを導入することによって、立候補表明者にとってもどんな街を目指していくのかということが明確に示さなければいけなくなり、示さなければいけない形になりますし、また住民にとっても積極的にそういう街を目指していこうということを選択していくことができるようになっていく、そういった効果というものが期待されています。ではこのマニフェストというものを掲げていただく、この新座という街、この街はこれから誰が暮らしていくのか、そして続いて持続していくことができるのか、そんなことを人口ですとか、もしくは財政状況で簡単に共有しておきたいと思います。こちらですね、新座市の人口の推移ということで簡単にお示しをしております。平成22年度までが、実際の値、それ以降は推計率になっておりますが、平成22年度の時点で、約16万人の方がこの新座にはお住まいになられています。でこれですね、推計上は、若干減っていくだろうと予想されているんですが、実際としてはまだこの人口が少しずつ増えていくという傾向は続いています。ただ長期的な傾向としては、今後緩やかにですけれども、新座に住まわれる方の人口というのは減っていくだろうということが予想されています。加えてですね、少子高齢化ということがよく言われます。ではその中で高齢者の方の割合、もしくは生産年齢人口といわれる15歳から64歳までの方の割合はどうなのかということですが、平成22年度の時点で新座市の高齢化率は約 20%、 こちら埼玉県と大して変わらない値になっています。ただですね、今後はですね、この高齢者の方の割合というのは急速に増えていきまして、約20年後にはですね、大体人口の3分の1の方というのが高齢者になっている、そういうことがこの新座市では予想されているところです。またじゃあこの新座の財政状況はいかがでしょうか。借金貯金という少し平たい表現をしておりますが、町の借金としてよくカウントされるこの地方債、地方債減債額というものがございますが、これ人口1人当たりで見ますと新座は約 25.3 万円になっています。でこの値というのは埼玉県内の他の市と比べた時にですね、県内40市ありますが、真ん中辺、全体の20番目の高さに位置することになっています。じゃあ一方で貯金の方はどうですかということで、財政調整基金というものを今回持ってきました。こちら自由に使うことができる基金なんですが、こちらは約29億円でございました。でこれ県内では40市中16番目に高いというふうに言うことができます。借金にせよ貯金にせよ、大体県内の他の市と比べてみると、平均的な位置にいるんだろうな、そういうことが伺うことができます。他にも財政状況を見ていくための指標というのはいくつかございます。例えば市の標準財政規模に対する将来負担すべき負担の割合を表す将来負担比率というものがございますが、こちらは 62.9%、 県内40市中では15番目に高い。またですね、財政の弾力性ということで自由に使えるお金の割合、表す経常収支比率というものがあります。これ低ければ低い方がいいと言われているんですが、新座市は 90.2% で県内の40市中では9番目の高さになっています。ややですね、自由に使えるお金がこの時は少なかったのかなということが聞くことができます。一方で新座市年間の予算の歳出、予算を出すお金に対する人件費の割合というのは 16.3%、 これ県内40市中では8番目に低い値になっておりますし、頑張るところは頑張っている、そういうところも見て取れるかと思います。
なお、これはですね、平成22年度の決算をもとに出した数字になりますので、現在の最新のものとは少しずれることがあるかもしれませんが、22年度末の数字でもって、県内の他の市と比べると、こういった位置づけにあるということで、一つ頭の隅にご用意いただければと思います。そして最後にですね、せっかくこういう機会ですので、一つご紹介をしております。今回の選挙に先立って皆様が持たれているこの一票にどれぐらいの価値があると思いますかということを他の町の公開討論会の時にご紹介をさせていただいています。新座市の平成24年度の一般会計の当初予算約44億円です。で、新座市の人口平成24年年度肩までは約16万1500人でした。これ予算をですね、人口で割ると大体27万5530円という数字が出てきます。これ要は税金を納めて、その税金をもとに行われる行政サービスはいくらぐらいですよということを表しているんですが、この自治体の予算を組むことができるのは自治体の中でただ一人、市長だけです。とにもなおさく市長を決める選挙に際して皆さんが投じる一票というのは、この4年間の予算の使われ方をある意味決める場にもなっていきます。約27万5千円、これ4年間ですと1人当たり110万円になってしまうんですけれども、せっかくの機会ですので、ぜひこういう場に来ていただいた立候補表明者の皆様のお考えを聞いていただいて、周りの方とも話していただいた、その上で積極的な一票を投じていただけたらありがたいなというふうに思っております。すみません、最後ですね、ややメッセージ性が強くなってしまったんですけれども、マニフェスト型の公開討論会、立候補者の方が、立候補表明者の方がこの街をどうしたいのかということを具体的に語っていただく、そしてそれを受けてこの新座という街がどう変わっていくのか皆さんで考えていく材料を得るいい機会になるかと思いますので、ぜひ、皆様これからのお話の方をしっかり聞いていただけたらと思います。では一旦司会の方にマイクをお戻しいたします。原口様ありがとうございました。それではこれより出演者の皆様がご入場されます。皆様盛大な拍手を持ってお迎えください。
総選挙がマニフェスト選挙というふうに言われていたわけですけれども、その後の、まあ、実は民主党政権が出来上がりまして、そのマニフェストと政権あるいは政策実行ということについてですね、いろんなあの政治不信にまで至るようなあいろんなあの市民の皆様からも問題提起がされてきているというふうな状況もございましたので、まあ、こういうマニフェストという形でまとめるのが、その実効性についてどうなのかというちょっとあの疑問ございましたけれども、ちょっと頑張ってまとめてみました。現状認識につきましては、市民不在の特段型行政が行政の停滞と市民の活力を奪うことをもたらしていると、そのように考えております。やはり長期政権ですので、はっきりと話させていただきましたけれども、市政の私物化が進み、住民本位ではなく市民不在のインフラ整備が進められているというふうに捉えております。こうした現状認識に立ちまして、今後どうするのかというビジョンですけれども、市民が市政のまちづくりに主体的に関わることができるボトムアップ型の市政を実現したいというふうに考えております。まちづくりに関わる市民活動を人的財政的にサポートしまして、豊かな地域を作ることを通して、その地域に本当に必要なものが実現される支え合うまちニーズを目指したいと考えております。自治の力をどこまで育てることができるかが大きな鍵だというふうに考えております。そして行政は市民同士の対話あるいは市民と行政との対話をどこまでコーディネートすることができるか、その力をつけることができるかがこれからの街づくりの鍵だというふうに考えております。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、お時間は1分間で協議点の方をお願いいたします。こんにちは、こんばんは。私は地方自治の一番大事なことは福祉の向上、これは地方にも定められている通りであります。そして住民の暮らしを守る、そういうことに市役所が支援できるようなそういう国のリーダーシップを作ってまいりたいと思います。今大型公共事業いろいろ計画されています。こうしたことに対して大型公共事業よりも少し住民が大事にされる、そういうニーズ姿勢を作っていきたい。今この長引く不況の下で給料もどんどん減って、しかし住民の負担、介護保険料も後期高齢者医療保険料も今年も大変上がりました。こうしたことで住民の暮らしは大変な事態になっています。ですから払いたくても高い国民健康保険税が払えない、こういう声もたくさん寄せられています。ですから国民健康保険税の1万円引き下げや、そして子育て世代の子どもたち、特に学校給食も小学校4000円とか中学校4200円、こういう子どもたちに生の補助制度を作って、こういうあの支援をしていく、子育て世代に支援していく、本当にニーザでは子育ても安心してできる、こういうニーザ市を作っていきたいというふうに思っています。地域の商店街の活性化、あるいは業者の活性化の問題、こういう問題についてもこれまでも33年間ずっと取り上げてきました。これ頑張っていきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございました。それでは続きまして平尾さん、質問点の方皆様こんばんは、平松大輔でございます。それでは着座いたしましてお話をさせていただきたいと思います。まず現状認識でございます。新座市は市内に3つの大学があること、人材が豊富なこと、そして都心から近くにありながらも自然農地が残っているなど潜在能力の高い魅力がある町であると考えております。しかしながら課題も多くあります。それは東日本大震災の経験を踏まえた実効性のある災害対策、超高齢社会に対応した仕組み作り、持続可能な環境共生型社会の構築、市内の3つの大学、そして市民の皆様とのパートナーシップの仕組み作りであると考えております。それ以外にもすぐに対応しなければいけない問題として、保育園の待機児童解消者、
会長下で承認救急医療体制の確立、642億円に上る借金の返済、多額の財源が必要な29万平米ある市の借地買取、一気に老朽化を迎える公共施設の維持管理のための財政健全化が急務であると考えています。以上でございます。次世代にニーザ、日本を残すのが私たち世代の責任であり使命と考えております。先ほど申し上げたような課題に対応するだけではなく、これからの非拡大、非成長の時代に合った仕組み作り、そしてモデル作りに取り組んでいきたいと考えております。みんなで作る災害と超高齢社会にも強い未来のある街へ、未来に世界につながる人づくり、持続可能なエコガーデンシティづくり、以上の3つの基本理念と基本方針、そして6つの約束で構成された平松ビジョンをお作りいたしました。詳細はホームページでご覧いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは最後に須田様、基本理念に関してお願いします。はい、皆様こんばんは、須田健でございます。座って、お話をさせていただきます。まず基本理念ということでございますが、私現職でございますが、ちょっとお許しいただきたいと思いますけども、平成4年から市長をやらせていただいております。バブル崩壊後の市長でありまして、大変厳しい財政状況でありました。その後阪神淡路の大震災もありました。また三位一体の改革という、これまた地方にとりましては大変厳しい時代もありました。そして国が大戦難でありまして、いわゆる臨時財政対策債という、国に金がないから地方も借金しといてくれ、こういうお願いもされてきております。現在もそうです。そして昨年は東日本大震災、こういった中で、しっかりと私はこの経費の節減、事務の効率化、リストラ本部等を作って徹底してやってきました。人件費の節減、例えば職員の給与、それから人員の削減等も行ってきました。こういった状況の中で、ただ新座市は東京に隣接をしております。都会の利便性と、それから田舎の心地よさ、これを兼ね備えた町だと思いますので、この2つをしっかりとこれからも町づくりに取り組んでいきたい、取り入れていきたいと思って進めてきたところであります。今後とも市民の皆様との連帯と協働、そして観光都市づくり、ただ観光といっても何か観光のテーマパークを作るではありません。どんどん新座市に来て歩いていただく、ウォーキングを中心とした観光都市づくりを進めていきたいということと、新たにやはり税収をどう伸ばしていくか、福祉は大切です。これからの時代、やはり高齢社会ですから、福祉第一に考えなければなりませんが、その財源をどう確保していくかということも市長としてはしっかり考えていかなければならないな、このように思っております。はい、ありがとうございました。ここまでお伺いしてきました、この4名の立候補表明者の皆様は基本理念をもとにしたそれぞれの政策、これからお伺いをしていくんですけれども、その前に、その私の方から紹介を漏れてしまいました。簡単なルールの説明を、先ほどからですね、前の方でチンという音が鳴っております。こちら何かということなんですけれども、今回発言の公平性を期すためにですね、発言時間を厳格に区切ることにしております。で、1分前の時はまずパネルが出るだけです。で、30秒前の時は1回は注意喚起という意味で短くベルを鳴らしております。で、時間が来ますと2回延期となる形になっております。で、このベルが鳴りますと、これあえて私の方でも発言を止めることがありますので、こちら皆さんご留意ください。で、冒頭ですね、着座でとかというお話もあったんですけれども、今回こちら立ち上がってのご挨拶は不要ですということで、事前の説明会でご案内をしておりましたので、そういうご発言もあったということで、こちらも、ご了承いただければと思います。さて、ではここからはこの基本理念を踏まえた各分野の政策に関して、各立候補表明者の方にお話をお伺いしていきたいと思います。最初のテーマは、すぐに行う重要政策としまして、就任後およそ半年から1年の短い期間の間に取り組みを行う、もしくはその期間に成果を上げる、そういうふうに考えている政策というものを3つ挙げていただきました。このそれぞれに関しましてのお話をお伺いしていきたいと思います。今回は発言順を1つずらしまして、お時間様から順番にそれぞれご発言いただいて、その後私との質疑応答というふうに考えております。それではお時間様、まず2分間でのご説明をお願いいたします。最初に申し上げましたように、市民の暮らしが大変な中で、公
国民健康保険税の実務委員の引き下げは、これは昨年の決算を昨年したんですが、それを見ても、もう明らかに引き下げることができるという状況です。そういうことで、これは1万円引き下げても2億8000万円があればできますので、すぐにもできる課題です。それから学校給食付き1000円の補助ですが、本当に子育て世代200万以下のワーキングポアと言われる方が本当に多い中でね、今子育ての人たちは大変です。これを1000円の補助しても、1億円ちょっとあればそういうことが実施することができますので、そうした施策をそれこそ1年内にやっていきたいと思います。公契約条例については、市の公共事業等で働くというのは建設業なんかの場合は重層下請け構造になっていますので、末端で働く人は本当にどんどん賃金を下げられるんですよね。そういうようなことでこの公契約を作って、末端で働く人たちの賃金も市が試算したそういう設計されたその金額が支払われるようなそういう仕組みをしっかり作っていきたい。それから先ほども言いましたように3分の1ぐらいの建設業界の閉鎖やそして廃業に追い込まれています。そういうことで市内のリフォームを作り出してリフォームを実施する方は補助を受けて、市内で生まれる仕事は市内業者、こういう制度です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして平松様2分間でまずは政策の説明の方をお願いいたします。それでは、すぐに行う重要施策ということでお話をさせていただきます。まずはじめに待機児童の解消であります。県の調査で100名程度、市の調査では208名程度の待機児童が発生している状況で、県内で4番目に高い状況となっております。家庭保育室のさらなる開設、また建築基準法の総合設計制度等を活用しまして、マンション内への保育室の設置、既存公共施設を活用し、また家庭保育室設置も進めていきたいと考えております。続いて小児救急医療問題です。この問題につきましては市だけでは解決できないため、近隣市長との連携をはじめ県からの協力を得ながら進めていきたいと考えています。市長のトップセンスで進めていきたいと考えております。また市会との関係性も構築しまして進めていきたいと考えております。4市の連携も強化をいたしまして、この問題解決に向けて努力をしていきたいと考えております。最後にバス路線の拡大であります。市内は公共交通機関の不便な地域が少なくない状況です。そこで公共交通機関バス路線ですね、こちらの拡大拡充に向けてですね、関係機関にトップ交渉を行ってまいります。また市独自で実施できる方向性の検討ということで、既存の Eバスの改善も含めましてプロジェクトチームを立ち上げまして、市の独自にできる方向性手段を検討考察しています。学識者をアドバイザー等として入れて2年間ほどかけてこれについては検討していきたいと思っています。1年以内にこちらについても手をつけていきたいと考えています。以上です。はい、ありがとうございました。では続きまして須田様、はい、お願いします。はい、すぐに行う重要政策ということで言われましたけれども、半年からなんかお話でしたが、この辺もですね、私は任期中に、すぐにやりたいということで申し上げたつもりで、半年でということはちょっと考えてなかったのでちょっと申し訳ありませんが、前置きをさせていただきたいと思います。まず、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、市民の皆さんの福祉の向上、これは地方自治の本質です。これは当然のことですが、それを行っていくためにはやはり財源が必要です。その財源確保、これをどうしていくかということもすぐやる施策では大変重要だと私は思っております。ですから、例えば地下鉄の延伸だとか学生事業の推進だとか、そういったこともやっていかなければ、並行してやっていかなければいけないということを前置きで申し上げておきたいと思います。そして財源を確保すると同時に並行して市民サービス、
市民福祉の向上、そして税負担の軽減、こういったことをやっていきたいというふうに思っているということを前置きで申し上げておきたいと思います。その中でまず各種がん検診、これは今1割負担をしていただいておりますので、私は無料化させていただきたい、予防医療の重要性から無料化させていただきたいと思っております。それから子どもたちの医療費、我が新座市は15歳まで無料にしました。入院通院無料です。高校生まで、18歳までですね、無料にしたいと思っております。それから都市計画税、これも引き下げを行っていきたいと思います。当然引き下げを行うためには、都市計画税、市街化区域の土地建物をお持ちの方にご負担をいただいておりますので、今後税収を伸ばしていくことによって、今まで負担をいただいていた方々に負担軽減を図り、新たに市街化区域に編入をする、そして新たに税負担をしていただく方の税を少し、負担していただいて、軽減は今まで負担していただいた方々に軽減をさせてもらう、こういうやり方をさせていただきたいと考えております。はい、ありがとうございました。それでは最後に田中様の方からこちらの政府のご説明をお願いします。はい、田中です。すぐに行う重要政策ということですけれども、まず、私が掲げております市民と苦楽を共にする市役所を作るということ、そのためにまず市長の任期を2期8年と宣言させていただきます。今市長すでに5期20年と長くなっておりますけれども、やはり基本的には市長の任期というのは適度な長さで定めた方がいいというふうに私は考えておりますので、2期8年を宣言させていただきます。そして市長報酬対象金を 50% 引き下げます。この 50% 引き下げというのはどのくらいになるかといいますと、ほぼ議会議長と同じ報酬になります。私はそこに意味があると考えております。市長の報酬と議長の報酬が同じということは何を意味するのか、このレジュメにもございますけれども、このことを皮切りに選挙による2つの民意である市長と議会、そして市民の直接参加という3者の緊張関係で運営される自治体を目指したいというふうに考えております。そして、残念ながら去年からですね、大幅に突如として交代しました地域福祉計画、この点について、大変疑問に思っております、地域で支え合う福祉を実現するために地域福祉計画の要としまして、地域福祉コーディネーター、コミュニティワーカーなどの人材を配置しまして、各地区ごとに活動拠点を確保する、これは急務であるというふうに考えております。そして地域に新しい仕事を作るため、地元企業の連携促進、コミュニティビジネスや NPO 支援、地域福祉と農業が連携した第6次産業の振興に、これはすぐに着手します。なかなか結果が出づらいものであるだけに、すぐに着手しなければいけないと、このように考えています。はい、ありがとうございました。じゃあここからですね、私の方から、ね、皆様にそれぞれ質問をさせていただきまして、1分間でご回答いただくということを行ってもらいたいと思います。初めてですね、皆様にまとめて質問をさせていただきます。まず小鹿様にですね、質問です。今回ご説明いただきました政策、市民の暮らしを守るというところがあっているのがすごくわかるんですけれども、まずですね、なかなかその財源的なところも含めてインパクトが大きいのではないのかなということが気になっております。実行にあたってですね、ですのでどれか一つの政策で結構ですね、取り上げて、こんなふうな実現の仕方を考えて想定されているんだということをぜひご紹介いただけたらというふうに思います。続いて平松様にです。こちらですね、隅におかの重要政策の方かなり具体的なものを用意いただいているんですが、バス路線の方、こういうふうにやっていくということで含まれているかと思いますが、そしてですね、その実現のさせ方どうしていくのだろうというのが気になるところがございました。で、新人ということもあって就任しないとわからないというのも当然あるかとは思うので、私の紹介も結構ですので、こういうふうに進めていこうと思っているんだよ、どういうか一つでも取り上げて紹介いただいて、できるのかどうかなというのをちょっとぜひ確認させていただきたいなと思います。続いて、菅様にですね、すいません、すぐに行うというところなかなか情報共有がうまくできていなかったので、そこは申し訳ありませんでした。で、今回取り上げていただいた政策なんですが、今回マニフェスト型の公開討論会で行っております。やはり基本理念があって、その中で行っていく政策群の中ですぐに行うものというふうにして挙げていただいているんですが、今までこのビジョン、基本理念、先ほどもご説明いただきましたが、この基本理念のところで政策の結びつきというところ、どういうところがあるのかなというのを教えていただけたらというふうに思います。
最後に田中様にですね、田中様はこちら、支え合う街新座というメッセージを基本理念のところで掲げていただいているかと思います。で今回も取り上げていただいた政策に関して、支え合っていくためにこの政策がなぜ必要なのか、これらを取り上げていただいたメッセージというものをどういったものがあるのかなというところをもう少し詳しくお聞きしたいなというふうに思っております。以上、まとめて質問させていただきましたが、それぞれ1分間でご回答いただけたらと思います。でここも先ほどと同じようにですね、30秒前に1回ベルが鳴りまして、また時間が来たら2回鳴るという踏み下ろし方を考えておりますので、その点ご了承ください。それではまず、辻川様、お願いいたします。それでは国民健康保険税の減税、1万円引き下げですけども、昨年9月に、その前の年の決算をしました。その際に、6億からの黒字が、明らかになったんです。それで、市長は、1億円を一般会計からの繰り出しを一般会計に戻して、それで5億円を、基金に積むという処置を取りました。ですから、これまで2年連続で引き下げましたけれども、今年もそういう意味でいけば当然引き下げることができる。5000円の引き下げで1億5000万ぐらいのそういうお金で引き下げることができるわけで、当然財源的にも国民健康保険税の1万円の引き下げをしてできると。はい、ありがとうございました。それでは続きまして平松様、お願いします。バス路線の拡大について、質問いただきました。実現可能性ということでございます。既存のですね、2番目もあるんですけども、なかなか皆様からも使いづらい声もありますから、そちらもですね、どういった形で進めていけばいいのかというものを改めて、検討していきたいと思っておりますし、西武バスですとか東北バス、そういったバス路線についても市長になりまして、市長自らのトップ交渉を行っていきたいということでございます。それで実現可能性のことでございますが、他市の事例を紹介いたしますと、三好町、こちらも交通便地域に多くございまして、ただいまプロジェクトチームを立ち上げているということでございます。こちらの事例も研究してまいりたいと思いますし、北本市の出番の方の仕組み等も新座市で、これは活かせるものと考えておりますので、そういった他市の調査研究もしっかりと進めてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございました。それでは津田様、お願いします。はい、結びつきということで、ご質問いただきましたけれども、私は先ほども申し上げましたが、やっぱりこういうマニュアル室検証大会とかというと、どうしてもサービス合戦みたいになっちゃうと思うんですね。私はそういう姿勢は不幸だと思うんです。そうじゃなくて、これからの街づくりどうしていくのか、その時に財源はどうするのか、そういったこともしっかりとですね、ご判断をいただきたいというふうに思います。これ前向きで申し上げておきます。ですから、税収がどうやったら伸びるのかという、そういう街づくり、これからの都市間競争の中で、しっかりと街づくりをやっていく、そして税収を伸ばすことによって、市民サービスを、福祉の向上を図っていくと、このように考えておりますので、地下鉄の延伸ですとか、あるいは学生事業ですとか、あるいは市民との連帯と共同の街づくり、観光都市づくり、こういったことをやることによって、今、お示しした、こういった各種がん検診の無料化、あるいは高校生までの、18歳までの医療費の無料化、都市計画税の引き下げ可能になるというふうに思っております。はい、ありがとうございました。最後に田中さん、お願いします。はい、田中です。地域で支え合う町ニーザということですけれども、確かに抽象的な言葉だと思います。ただ比較的に聞き慣れた言葉で言いますと、よく市民の皆様が行政に陳情するという、この陳情政治の時代はもう終わりにしなければならないと私は考えております。まさしくそれに代わるものとして自治の力というものがこれから試されるんだというふうに。確かに、介護の制度と見ましても財源がなかなか厳しいという、その点から見ましても市民パワーを発揮していただかなければなりません。そしてまた行政だけのプランで政策を上から下へ下ろすという形のシステムはもう限界だというふうに考えております。市民やあるいは民間で持っていらっしゃるプランを行政が我がものとして共有すると、こういうことなくして連続状態の社会を打ち破ることはできないと私は考えております。はい、
ありがとうございました。ここですぐに行う重要政策の方が1回議論を止めさせていただきまして、時間の関係もありますので次のテーマの方に移ってまいりたいと思います。次のテーマ、皆様のお手元にありますマニフェストの方ですと、4年間で行う重要施策の方に移ってまいります。先ほどすぐに行うということで、就任後すぐに取り組むものでご紹介くださいとお願いしたんですけれども、当然、ぜひ市政を運営していく上では、すぐに行うものじゃなくて、じっくり腰を据えて4年間の任期の中で取り組んでいくものも必要だと思っております。そういった視点から考えて、重要だと思われるものを3つご紹介くださいということで、こちらの政策の方を用意しております。でも今回は順番をまた一つずらしまして、平松様、津田様、田中様、小鹿様の順番でご発言をいただければというふうに考えております。それではまず平松様2分間でのご説明をお願いいたします。まず4年間で行う重要施策ということで、基本理念の3つを掲げさせていただきました。災害と超高齢社会の強いみんなで作る未来がある街へということで、東日本大震災以降、直接的に、精神的にも物質的にも不安感を抱く時代となってまいりました。そして現在進行中の超高齢社会もどの国も体験したことがない、そのため漠然とした危機感を持っておられると思います。これらを克服して、そして新しいモデルを作っていくことが新座市の大きな役目だと考えております。その中でこの4年間で行う重要施策の第一としてこちらを掲げさせていただきました。しっかりとこのビジョンホームページでご確認いただければと思いますが、そちらを実行することでこの皆様の抱く不安感や不安定さを払拭していきたい、皆様と一緒に払拭していきたいと考えております。続いて未来に世界につながる人づくりということで、新座市を将来も持続的に成立させていくためのポイントは人づくりにまず考えております。街づくりは人づくりから考えております。ここでいう人づくりは学校教育に加えまして、障害学習機会の創出とパートナーシップの仕組み作りによる市民緑化、戦略的人材育成による市職員作りも含まれております。この3つの教育を実施することによりまして、新座市が未来につながり、世界へもつながっていくと考えております。具体的な取り組みにつきましては後ほどまたお話をいたします。最後に持続可能なエコガーデンシティ作りということで、新座市を環境共生の未来都市作りへと変貌させていきたいと考えています。自然エネルギー等の活用、自給自足を、エネルギーの自給自足を目指すだけではなく、スマートシティの仕組み作り、緑地保全、創出、生物多様性の配慮、循環型社会の構築を図り、都市機能と自然の調和の取れたエコガーデンシティをこの新座市で実現をさせていきたいと考えております。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、津田様の方、はい。はい、4年間で行う重要施策の特に、私は地下鉄十二号線の延伸、ぜひやらせていただきたいと、こういうふうに考えております。皆さん、地下鉄なんか来そうもないやと、もし来たって、生きてるうちは来ないやと思っている方が圧倒的に多い。そうではないの。地下鉄十二号線、これは小泉学園長まで、山田電機のところまで、平成27年に着工的に決まっております。そして平成27年の2月に国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会、これが新座の方へ伸ばしてやれるというか、あるいはもう人口減少しないだ、何も新座の方へ伸ばすことはないよ、追い詰めて止めなさいというか、この結論が出るのが平成27年の2月なんだ。もう伸ばすことないよって言われたらもう未来でもう近づくと来ません。新座まで伸ばしてやれよ、こいつのあそこで止めてもしょうがないよって言ってもらえば、地下鉄は同時着工で可能です。平成27年2月に結論が出る。ぜひこれは皆さんお考えいただいて、なんとか市民の皆さんでですね、盛り上げてやっていきたいと考えております。それから大和田二三丁目、ここからちょっと離れますけれども、国家政事業、新座市街化調整区域が 42% もあります。ぜひ市街化調整区域の有効活用、市街化への編入、確定事業、そして産業系立地、そして雇用の創出、企業誘致、これをやらせていただきたいと思っております。もう一つ重要なのは地域福祉。先ほど来お話ありますけれども、なんか市の地域福祉計画がダメだみたいに言われております。とんでもない、そうではありません。今6つの地域に分けてですね、分かれてやっていただいておりますが、3つしかできてない。6地区ぜひお作りをいただきたい。みんなで地域福祉やっていきましょう。大事ですよ。そして今578のボランティア団体があります。連帯と共同市民の皆さん、本当にそれぞれの地域ですね、活発な活動展開いただいてありがたい限りです。
その中でこの福祉についてもみんなで力を合わせてやりましょうということを申し上げております。はい、ありがとうございました。それでは皆様の方、この4年間の重要施策のご紹介をお願いいたします。はい、田中です。4年間で行う重要施策ということですけれども、まずはですね、最初の基本理念で申し上げました、ビジョンで申し上げましたような、地域社会を作るために、ということになりますが、市民とクラブを共にする市役所をまず作るために市民と市政の共同条例を作ります。市民からの予算要望についての評価や査定などの内部情報を公開したり、市民と行政のパートナーシップを明確にし、財政民主主義の実現に取り組みます。ちょっと固い言葉が入っておりますけれども、まず、よく言われることは、地域の方や市民の方が予算要望した、しかしそれが、最終的にダメだったという結論だけは聞くんだけれども、なぜ何故にどういうプロセスの審議の中でダメだったのかということが分かりません。分からないですが、そういうことを2度3度繰り返しているうちに市に要望するのも嫌になってしまうという方の声をよく聞きます。やはり、例えばですけれども、係長のところでは自分たちの要望はこういうふうに評価された、しかし課長のところでこういう理由でもって私たちの要望は退けられたということをですね、理由を持ってプロセスのどの段階で、どういう結論が出されたということをですね、要望された皆さんに公開すべきだというふうに考えております。それから地域で認め合う教育を実現するため、小中学校に教育サポーターを導入します。学校現場と地域の教育力の連携を図ります。これは私自身が塾をやっている関係から、いろいろ経験と出てきていることも含めての提案です。さらにより開かれた教育環境を整備することを目指しまして、教育委員の半数を広く市民から候補します。これにつきましては今任命制ですけれども、広く候補しまして、その半数を、その中から市長が任命するという方式に変えたいと思います。さらに地域に新しい仕事と雇用を作るため、下請けいじめの規制や地元の下請け業者の使用を義務付ける後契約条例の実現を目指します。地域の問題に、収まらず、より広く地域の活性化に努めたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは最後に森田さん、4年間の重要施策に関してご紹介をお願いいたします。今の6月1日現在でも200名を超えるこの待機児童がいます。これからどんどんまた保育所に入りたいという子どもが増えて、この年度末には400人近くなるのではないか、そういうそのことを考えますと、もう保育所を、今でも作ってるんですが、毎年家作って 1個作るのに2億円かかりますけれども、ぜひ作って、そして今生活が苦しい中で働きたい方、そういう若い世代に応えていきたいというふうに思います。それから市内循環バスについては、本当に交通っていうのは最大の福祉なんですよね。お年寄りの方がちょっと出かけるにしても、今の兄さんの状況では本当に答えていることは言えません。ですから、これは今倍ぐらいの予算、あるいはバスを増やして、それでこのきちっと答えていけるようにしていきたい。それからがん検診、特定検診の無料については、これは今までも何回も求めてきました。ぜひね、予防医療の関係から見ても、それから国防財政から考えても、本当にこの予防医療が進むように、そして、障害者のグループホーム等についても、お年寄りの方が本当にこう一緒にお料理をしたり、そういうような形でね、こうそういうことができるようにすることによって、この元気が出る、そういうような形をもっともっと地域でできるような条件を、そしてまた支援をしていければというふうに考えて、実現したいと思います。はい、ありがとうございました。それではですね、また私から皆様の方にそれぞれ質問をさせていただいて、1分間とご回答いただいていく形の進行をしていきたいと思います。はじめに平松さんに対する質問です。3つ取り上げていただきました。それぞれ方向性を大きく示していただいていると思います。その中でですね、残念ながら具体例の部分に時間が出なくていけなかったところもあるかと思いますので、
ぜひどれか一つを選んでもいいですし、他の3つ含めてでもいいんですけれども、まあ、これ具体的にこういう行動を考えているよというようなものがございましたら、その具体的なものをご紹介いただけたらなと思っております。続いて皆様にです、これ取り上げていただいた政策、それぞれ沖縄国の取り組みで出会っていくかと思います。なのでぜひですね、今までのご経験も踏まえて具体的にこう進めていく考えがあるというところがございましたら、同じくどれか一つを取り上げてでもまとめてでも結構なんですけれども、その進め方というところで今ご念頭にあることをぜひお聞かせいただけたらというふうに思います。続いて田中様にです、3つご紹介をいただきます。どれもですね、非常にこの仕組み、枠組みに関わるお話になっていくかと思います。でこれらが実現されると何が変わっていくのかという、実現されたことで効果的に変わっていくんじゃないだろうかと思われるところをですね、ぜひご紹介をいただけると、こちらのどれか一つでもいいですし、限られておりますので一つでもいいですし、もしくはまとめてもいいんですけど、何かお願いしたいと思います。で最後にですね、ご自家様のこちらもまた具体的なものをそれぞれご紹介をいただいておりましたが、これらの政策が非常にそれぞれ有効なものだと思いますが、保育園のところは具体的にどうという話、本当にそれが今のニーズの中でどのような課題になっているのかなというところ、自分自身こういう問題意識があるからこれが解決策として出てきたんだぞというところをもう少し詳しくご紹介いただけたらと思います。それでは、まずは平松さんの方から回答いただければと思います。はい、お願いいたします。はい、それでは、未来の世界につながる人づくりということで具体でお話をさせていただきたいと思います。全部はその中ご紹介いただきたいんですけども、どこかというとですね、今のこの閉塞感の中で内向きになっているように私自身は感じております。それをハットトーンを変えてですね、外向きの外につながるような教育にしなければいけないと考えております。その中で市民市内サイエンス大学と連携いたしまして、英会話教育、こちらの実行を手を挙げまして、海外派遣を英語圏の国への海外派遣と実行させることによりまして、世界に通用するような人づくりを進めてまいります。また地域で育てていくコミュニティスクールへと学校を変えていきたいと考えております。また大学との連携で何歳になっても学べる、成長ができる、そういった真の障害学習都市をこの新座市で作り上げていきたいと考えております。はい、ありがとうございました。続きまして須田様、お願いいたします。はい、大きな施策を掲げているが、その進め方はということでご質問いただきました。私はどんな施策でも同じだと思います。市民の皆さんとの連帯と共同、これをベースにやっていきたいと思います。ずっとオープンドアの姿勢というのをやってまいりました。市民の皆さんの意見をお聞かせいただきながら、しっかりと対応を図ってきたつもりです。例えば区画的事業、これも大変です。大和田23丁目でも208名の受験者の方がおられます。この方々との意見の交換、要望をお聞かせいただきながら、しっかりと現場主義でやらせていただきたい。地下鉄も全く同じです。地元の皆様のご意見をお聞かせいただきながら、その要望に応えてと同時に 30% 自分の土地を提供してもらうんです。これも当然のことながら、市民の皆さん、地権者の方々に協力いただかなければできません。学生ではできません。そういった俺の土地がなくなっちゃう、冗談じゃないという方もおられます。そういった方々にしっかりと説明をさせていただきながら、ご理解いただく、こういったオープンドアの姿勢をこれからもやっていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。すいません、それでは続いて田中様、お願いいたします。はい、田中です。先ほど申し上げました4年間で行う重要政策ということで、どういうふうな、街が、その先に見えてくるのかということになりますけれども、やはり一番分かりやすいのは市民と市政の共同条例ということの中で、私がお訴えさせていただいております、市民と行政のパートナーシップを明確にするという点だと思います。行政は時にリーダーであるとともに、時に市民と共に歩むパートナーであるという自覚をですね、全ての方に持っていただくということが非常に重要だというふうに思います。そして、やはり未来へつながる種をまく、これからの子ども、将来未来の子どもたちに何をバトンタッチしていけるのかということ、そういうようなことを共にパートナーとしてですね、行政と市民が本当に、同じ目線で、きちんと語り合えるような環境が整うということが、大きな力をこの地域が発揮する、そのことにつながると思います。はい、ありがとうございました。それでは、藤川様、最後にお願いいたします。市内循環バスなんですが、本当に今、
南側の方は乗ったら市役所に行くのに乗り換えなければいけないそういうふうなこととか、それから北側の方でも、中央病院に行くのにもうこの向かうバスが11時過ぎなければ中央病院のところに着かないとか、こういうふうな形になっています。これは福祉センターがこの出発起点、そういうような形になっている、そういうところからの矛盾もあります。それと、南側の方はもう一路線新堀の方に向かう路線を作らないと、とてもではないけども、市役所に行くのにも用が足りない、そういう状況にありますので、これは路線も増やして、それからバスも増やして、そういうような形で、このお年寄りにも応えられる、そういう路線を考えております。はい、ありがとうございました。すいません、発言最後途中でしたが止めさせていただきました。運営上ご容赦ください。ここまではですね、皆様お手元の紙の表面の方を使ってお話を聞いていたんですけれども、続いて裏面の方を参りまして、具体的なテーマを絞りまして、それぞれの表明者の皆様のお考えというものをお伺いしていきたいと思います。個別テーマの方、こちら主催者の方でご用意いただいておりますが、1つ目の個別テーマ、行財政改革というふうになっております。こちらの行財政改革に関しまして、まずはじめに津田様から、で続いて田中様、小津田様、山様様がそれぞれ2分間でお話をいただいて、私との質疑応答を1回行ってまいりたいと思います。それでははじめに津田様、2分間でこちらご説明をお願いいたします。行財政改革というのは、もう先ほどご存じ申し上げましたけれども、我が新座市ではですね、平成5年からリストラ本部を作り、徹底した経費の節減中の5期間にやってまいりました。今、第2次、第3次、第4次、第5次の行革大綱を作って、去年から5年間の計画で進めております。もう、乾いた雑巾、これ以上どうやって絞るんだというところまで来ているというふうに私は思っております。1000人ちょっとの職員を今、825人まで、これは人件費の節減で一番大きいわけですから、職員の削減いたしました。その他にもいろんなことをやってきました。そしてさらに今考えておりますのは、ここにありますようなスクラップアンドビルド、これからやはり建物、公共施設、老朽化しております。どうしてももう古いものについては耐震補強工事、バリアフリー化難しい、だったら建て替えよう、だったら近くの公共施設を一体化して、そして複合施設にして、そのある土地は売却、こういったことも考えております。これを今までもやってきましたが、これからも続けてまいりたいと思います。それから税の公平性、これは大事です。税収をどう伸ばすかということも大きいんですが、負担をいただく税をお支払いいただけない、これはやっぱり市民の公平な立場から言ったらおかしい、これも徹底してやらせていただきます。市税の税額債権の徴収強化、こういったものの債権管理室を作ってやらせていただきます。と同時にもう一つは、やはり市民の皆様のご協力、これも必要です。やっぱりみんなで一緒にいい街を作ろうという意識、こういったものに期待をさせていただきたい。全体と共同、今578のボランティア団体がありますが、これからもできる人ができることを、できるときにできる範囲で協力をいただけるような、そういった住みよい地域を作ってまいりたいと考えております。はい、ありがとうございました。それでは続きまして田中様、こちらご説明を2分間でお願いいたします。はい、田中です。行財政改革の具体策ということなんですけれども、まず一つ目には、大型開発事業の見直しをさせていただきたいというふうに考えております。須田市長、地下鉄12号線の問題であるとか、あるいは大谷3丁目の区画整理事業のことをおっしゃっておりますけれども、私は基本的にその、内容も含めて、方向性を見直すべきだというふうに考えております。特に新座駅北口区画整理事業の見直し、これは都市計画決定を見ておりますけれども、やはりその手法を変えるべきだと私は考えております。また大和田2、3丁目区画整理事業の話が出ておりますけれども、これもまだ青田市のうちに大幅の変更すべきであると私は考えております。特にその手法としまして、道路整備事業などもきちんと入れることで、なおかつ都市計画法上の地区計画、あるいは街づくりビジョンを入れることで、民間活力を活用すれば、もっと大幅に公共の支出は抑えられると考えております。
また県と坊や朝霞線、これは調布坊やからつながってくる野寺地区を通るものですけれども、これも、先ほどの山田アウトのところで止まってしまいます。そこから先、県の計画が特に具体的にございません。そういうふうな中途半端な道を県の言いなりになって作るということに全く意味はないと考えております。それから事業仕分け、この事業仕分けによって組織機構改革を行い、官民のワークシェアリングを実現していきたいというふうに考えております。正規なく、また既得権益などにも踏み込んで行いたいと考えております。そして3つ目に、入札改善、公共調達の見直しですけれども、総合評価による一般競争入札制度や政策入札制度の導入をさせていただきます。でまたこうした入札改善にとどまらず、大口電力の購入であるとか、あるいは新座市内も多数ございます公用車に関わる諸経費などの公共調達につきましても見直しをさせていただきたいというふうに考えております。数値目標につきましては、このレジュメの方に記載をさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、皆様ご説明をお願いいたします。区画整理機能等につきましては、これまでも、南口第一区画整理についても、随分見直しもさせて、この事業計画財源のそういうようなものも縮小もさせました。そして1年の支出の絞り込みも、まあ、進める中で、4年延長して、事業が進められたんですが、北口とダブル関係で、このことも私たち指摘しまして、市長は4年間、まあ、2年間遅らせましたね。そういうようなことで、考えますと、これから大和田第2丁目3丁目の問題も、この北口とこうマッチしてしまう財政が大変なことになる、そういう意味での見直しを図っていきたいというふうに思っています。それから地下鉄12号線については、財政も含めてね、市民に、この分かるように情報を公開して、その事業の是非が市民が判断できるようにしていきたいというふうに思っています。給与と退職金については 50% 削減していきます。それから都市計画制度引き下げについては、これは、6年間かけてこれまで、県市長は上げてきたんですよね。これを、もう固定資産税がどんどん高くて、もう本当に農家の方も含めて、固定資産税が高い。ですからこれを、0.1 に引き下げ、これをぜひとも実施していきたいと思います。これは国の政治絡みもあるんです。そのこともずっと批判してきましたけれども、そういうような形で、固定資産税が高い中で市が独自に下げられるのは都市計画でですので、ぜひやりたいと思います。ありがとうございました。はい、それでは最後に木山様、ご説明の方お願いします。はい、それでは丸一でございます。この新座市をみんなで変えていくためにも、直接多くの方々に会って、そして膝を突き合わせて意見交換をしていきたいと考えております。そのためにどこでも市長室、そして市長カフェを実施したいと思っています。それにより市民の皆様の誰もが会える、そして顔の見える、そして現場の思いを共有できる市長になっていきたいと考えています。得られたご意見は適宜施策事業に反映をしていきたいと考えています。2としまして、戦略的な職員育成でございます。どの事業を実施するにも職員の方に頑張っていただかなければ、これは実施できないわけであります。そしてまた、これからの時代を担える、そういった職員人材を育成しなければいけないと考えています。将来の管理職候補、中堅若手職員を対象に、中長期間にわたる政策作りの研修を実施していきたいと考えています。研修をしつつ、何かしらの政策提言、これも行っていただきたいと思っております。最後に財政健全化条例の提案になります。何を進めるにも財源が必要であります。そしてまた将来に隙を残さない、そういった仕組みを我々は作っていかなければいけません。そういった中で財政健全化条例を提案しまして、その条例に基づいて財政の健全化を進めていきたいと考えております。まあ、他の自治体の事例によりますと、新座市の場合3億円から4億円の財源の捻出が可能になると考えています。以上です。はい、ありがとうございました。それでは私の方からまた皆様に質
質問をさせていただきたいと思います。はじめに津田様への質問です。はい、先ほどですね、ご発言の中でも平成5年度からやってきて、乾いた雑巾を絞るくらいの状態でやってきたというお話もあったかと思うんですけれども、これまでのそうですね、取り組みの総括とですね、その中でこれらの3つが今回政策として必要だと思われることを出されていただいていると思うんですけれども、総括を踏まえた上でこれらが必要なんだぞというその理由の部分を改めてもう一度お聞かせいただければと思います。続いて田中様、お願いします。数字目標と非常に魅力的な目標を掲げていただいているかと思いますので、とはいえですね、本当にじゃあこれらをやるとそれだけの成果が見込めるのかどうかというのが気になるところもありますので、例えば他市ではこうやってうまくやっていったそうですとか、こういったモデルを考えて進めていこうと思っています、そういったものがもしおありでしたらぜひご紹介をいただければというふうに思います。それでは小塚様の方ですね、この行財政改革、やはり他の政策との兼ね合いも、そらく全体の財源を捻出するために必要な取り組みになっていくかと思います。いろいろここまでですね、やっていく、福祉のためにやっていくという政策をご紹介いただいているんですが、改めてここで挙げている行財政改革というものが、ご自身のお考えの中でも十分なものなのかどうかというところをお聞かせいただけたらなというふうに思います。最後にですね、平松様の方、特に最後のところ、財政健全化条例というところで、達縮、これテレビですかね、調達者の事例なんかもご紹介いただいていますが、もしくはその前の職員育成でのやたしという、達縮の事例もございましたので、これらがですね、このニーザでうまく機能していくんだと、ニーザでも有効なんだというふうにお考えになられた、その理由の部分というのをぜひご紹介いただけたらなというふうに思っております。それではまず津田様の方からご回答をお願いできますでしょうか。はい、はい、先ほども申し上げましたけれども、新座市ではですね、平成5年からもうバブル崩壊後でしたから大変税収持ち込んで厳しい時でした。リストラ本部というのを作って、徹底した行政の、いわゆる効率化、そして、いろいろな経費の節減、これを徹底的に行ってきたわけです。その一つが職員定数の削減ですとか、いろいろな経費の節減です。これはもう徹底的にやってきまして、2時、3時、4時、5時とずっと行財政効率化タイプを作って、しかも有識者、大学長をはじめ多くの方々にご配慮をいただいた、この行財政改革の推進委員会というのを作って、ご意見をいただきながら、また市民の皆様にもご意見いただきながら、この行財政改革を行ってきたわけです。その中の一つには市民負担、これもお願いをいたしました。例えばこの公民館も有料化させていただきました。大変申し訳ありません。あるいはいろいろな形での市民負担もお願いしましたけれども、そういった点はしっかりやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは田中様お願いいたします。はい、田中です。大型開発事業見直しということで、数字目標8兆ということですね、こんなに事業縮小できるのかということになりますけれども、すでに須田市長がおやりになった伸び伸び管理の、あの地区の、区画整理事業を例にとりましても、あれはもう一旦事業が行いました。おそらく、私その辺の数字分かりませんけれども、市が施工でやったらおそらく30億かかるような事業ではないかと認識していましたけれども、実際にはですね、2億円かからない程度の出費で済んだという記憶がございます。こうした事例を見ましても、民間活力を活用することの意義というのは大きいなと思っております。それから入札改善、公共調達の関係ですけれども、やはり、新座市ですね、入札に付さない随意契約が多数ございます。この随意契約などの、一つはここに書きました、公用車に関わる諸経費なども挙げておりますけれども、車検であるとか、あるいは定期点検であるとか、こういったことも含まれますけれども、見直していきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは小塚さん、お願いいたします。区画整理の関係なんですが、今まで市がやってきたのは、主に、駅周辺、これは新座市民全体が駅を使うという関係から市が施工するという、それで、そうでないところについては組合施工で、この随分やってきてるんですよね。そういうようなことで、この大和田の2、3丁目の区画整理のあり方については、さまざまな方、各所から検討する必要があるんじゃないか、もちろん、地権者のご意見も聞く必要があると考えてますけれども、そういう市としての施工をしなければいけないのか、今まで
そういう市民が全体で使うと、このについても市は責任を負ってきたけれども、このやつ、大和田西三丁目のところで、そういうふうにしなければいけないのかということについては、見直しをしたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ、最後に山本さん、お願いします。それでは、戦略的な職員育成ということですが、実効性、有効性ということでご質問いただきました。我が市はですね、人材育成に関する予算、他市と比べてもない状況であります。そしてその中にももっと充実しなければいけない、調査をしたところを考えているところでございます。今田市の事例ですと、90万円ほどの予算で実現ができる中であります。やる気がある職員、私は8年市議会議員をさせていただきましたけれども、やる気がある職員もたくさんおります。そういった皆さんのやる気を引き出す、そういった仕組みを作っていきたいと思います。採用も重要ですけれども、育てることが大切だと考えております。そして財政健全化条例でありますが、新座市642億円の大きな借金を抱えており、財政見通しも毎年10億円の収支のギャップが出る、そういった見通しも出ております。そういった中でこの財政健全化条例新座市で制定することは、将来の危機を残さないためにも非常に有効だと考えております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続いてのテーマの方に参ってまいりたいと思います。続いてのテーマはですね、皆さんお手元の紙ですと、新座市の経済活性化というふうに、テーマの方を設定しております。でこちらのテーマの方に関しまして、今度は田中様からというふうにご説明していただければと思います。ではまず初めに田中さんの説明をお願いいたします。はい、田中です。新座市経済活性化の具体策ということで3つ挙げさせていただきました。まず1つ目は、先ほど申し上げました市民と市政の共同条例の中にも盛り込みたい中身の1つですけれども、個人市民税 1% システム、個人市民税というと、大体92、3億円ございますので、約年間1億円ということになります。 1% で、これを投入するということですけれども、地域住民組織や先進的な NPO に住民参加型プレゼンテーション方式で予算配分を行っていきたいと考えております。多様な市民組織の活動が活発になることで地域経済活性化の原動力となると、そのように信じております。それから2つ目に、大型開発ではなくてコンパクトシティ化事業というふうに考えております。歩いて行ける地域の中に小規模地域点在型グループホーム、介護事業所、コミュニティレストラン、医療機関、商業施設など必要な施設、事業を住民の皆さんと一緒に作っていきます。それに関連するインフラ整備を優先しまして、ノーマライゼーションを待ち続けに取り組んでいきたいと考えております。このようなコンパクトシティ化に合わせたインフラ整備をすることが、より地元の業者の皆様への仕事発注にもつながると私は考えております。そして3つ目に、地域経済活性化条例です。地元業者優先の制限付き一般競争入札の導入、それから地元業者育成で地元業者の仕事を4年間で8億円を増やします。地域財産の価値を生かす事業化、若者などの市民企業の支援、自然エネルギー、環境、福祉、教育分野のコミュニティビジネスの育成に取り組んでいきたいというふうに考えております。地域経済活性化条例を、できるだけ早い時期に実現をさせたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、小塚様、医療学校の質問をお願いいたします。地域経済活性化については、これまでライフワークのつもりでずっと取り上げてきました。それで特に地域経済振興計画は条例を作って計画を作っていくんですけども、これは、商工会は任せにしないで、やっぱりそれぞれの事業所の実態をしっかりきちんと掴んで、それに実態に合ったそういう対応ができるようにしていきたい。入札制度についてはこれも制限付きも生かしながら市内の皆さんに仕事が行くようにしたい。それから、リフォーム補助制度につきましては、一昨年は、決算で明らかに100人を超える方が利用しました。これを、期限付きでもインパクトのあるそういう運動をリフォーム補助にしたい。10% の補助で20万までの今の倍にしたい、そういうインパクトあるものにして地域の仕事を作っていきたいというふうに思っています。それから地元の安全
野菜、学校給食にというのは、これは本当に、これまでずっと取り上げてきて実施しているんですが、しかし市の計画は具体化されておりません。ということで、もっともっと、この市内の野菜が学校給食できること、余地はたくさんあります。それから、農地バンクを設立してというのは、これは一昨年、農地法も改正されまして、サラリーマンも 農業ができる、そして、農地を貸しても農業をやっていれば、今までですといろいろな制約があったんですが、農地として認められるようになっておりますので、広く多くの方ができるようにしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。では続きまして、平松様、説明の方をお願いいたします。まずはじめに、地域経済振興計画の策定であります。この8年間、多くの若手、商工業者、そして農業者の方と意見交換をしてまいりました。そこで感じたことでありますが、この地域経済、農業を含めてどうするか、そういったビジョンを一緒に作り上げて、そして共有することが大切だと考えています。そこで大学とも共同いたしまして、地域経済振興計画、皆様と策定をしていきたいと考えております。続いてマッチング事業の展開ということで、せっかくこの新座市にですね、3つある大学、これを生かさない意味はないと考えています。知恵の集積した、そういった施設であります。この3つある大学と連携をしまして、企業人と大学が持っている研究シール、これをマッチングさせていきたいと考えています。新座市ならではの制度設計も、この中で検討していきたいと考えています。最後に、若者就業支援の実施ということでございます。皆様も新聞等でご存知の通り、就職を苦にしてですね、自殺をされるような、原因はどこにあるか分かりませんが、そういった若者も増えているという報道もされております。まずは、どのような理由で若者が就業できないのか、それをしっかり把握する必要があると考えておりますが、現状の若者の就業支援、あまりできていないと考えております。さらにこれを充実させてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございました。では最後に津田様、2分間ですね。はい、ありがとうございました。地域経済の活性化策、もうずっとですね、いろいろなものをやってきました。皆さんにはいろいろお忘れありましたけれども、地元企業優先の入札方式のですね、地区づくりでありますとか、住宅リフォームの補助でありますとか、あるいは小規模事業者の皆さんへは100万円まで地元の方々に発注しますとか、いろんなことをやってきているわけでありまして、なんかそういうことを踏まえて、さらに私はこういうことをということで、ちょっと書かせていただいたことをちょっと申し上げておきたいと思います。まず、大谷三丁目地区、各地事業を行うことによって、私は企業誘致、雇用の創出、地元経済活性化、こういったことにも私はつながっていくであろう、結果としてです。そういうふうに思っております。なんかお金がすごくかかっちゃうとかっていう批判がありますけども、そんなことはありません。大体市の持ち出し20億円程度で、50ヘクタールの学生事業ができます。それから観光都市作り、これもですね、先ほど申し上げましたけども、観光というとなんかテーマパーク作ってですね、観光客バスでいっぱい呼んでる、そんなこと考えておりません。地元の600軒の農家の方々の千葉の野菜で一生懸命作っていただいておりますので、こういったものを買っていただく、そういったことで地域の経済活性化を図れると思いますし、商店街活性化施策、近隣市よりもはるかに回しの支援策は進んでおります。これは私の方からも新座はすごいねと言っていただいております。それからもう一つ、さらにこれは続けていきます。地域通貨、これからですね、地域福祉重要ですね。やはり地域でですね、例えば病院に行きたいんだけど、送迎誰かやってくれたら助かる、例えばタクシーじゃ大変だ、こういう方々に、じゃあお手伝いしてあげる、全部ボランティアでは、ガソリン代を誰かの事故を起こしたら、それ全部自分で持つのかよ、そんなことできません。やはりそういったものに対して、市も補助する、個人も少し負担、こういった通貨でやりたいと思います。はい、すみません、一回説明を止めていただければというふうに思います。それでは私の方からまた皆様に質問の方をさせていただきたいと思います。まず田中様に質問です。あれだけ掲げていただいている政策に具体的なものを出していただいていると思いますが、せっかくですので、なぜこれで
政策を、その新座の町の経済活性化策として必要だと考えられたのかな、新座のどこに課題を満たされたのかなというところを教えていただければというふうに思います。続いて、小島様にですね、はい、同じくですね、これらの政策というものが新座の課題に、有効なのかどうかというところで、どういったところに課題があって、ゆえにこれらの経済活性化策が必要ということのご紹介をいただければというふうに思います。続いて、平松様です。平松様はこちらも、またグライブの施策を持ってきていただいておりますが、これらに関して、どこかうまくいっているような事例ですとか、モデルとなるようなもの、もしくは、ニーズだからこそ、これは実現していくんですよ、そういったところ、ご説明いただけるものがあれば、ぜひご紹介いただければというふうに思います。で、最後にですね、津田様の方に質問ですけど、私の方が免許だった教授なんですけれども、特にマルティネスとかマルさんのところはですね、臨済以外の町でも類似の取り組みを目指しているところがあるのではないのかなということが気になってまいります。これですね、ニーズならば、そういう町にも負けずに効果を上げていけるんだというところがございましたら、ぜひご紹介をいただければというふうに思います。それでは、まず田中様から順にご回答の方をお願いいたします。はい、田中です。今の現状認識、どこに問題があるのかということと関連して、こういう3点を出させていただいておりますけれども、基本的にこれから重要なことは、地域の富を地域の外に出さないということだと思います。私はこのことに特に注意をして、行政運営をしていかなければならないというふうに考えております。例えば、大型事業ということになりますと、やはりどうしても大手ゼネコンが入ってまいります。どうしてもお金は外に逃げます。私、議員を辞めても4年になりますので、最近の資料はございませんけれども、やはりいくつかの資料を見ると、大手ゼネコン入りますと、なかなか地域の下請け業者は使えません。どんどん金が外に出ていくということがございます。そうした点をですね、きちんと対策を取っていかなければならないというふうに考えておりまして、そうしたことから、この3つの点につきまして、その逆をいく方向性を、道筋を作れるのではないかという思いで提案させていただきました。はい、ありがとうございました。では続きまして、こちら様、お願いいたします。リフォーム補助制度は、本当に市内の業者の皆さんに喜ばれています。それで、新座よりも、うんと小さい町でも、3000万、5000万、財源を支出して、そして、ここ進めているというところがたくさんあります。新座は、750万で、2億円弱の工事高になっています。これが、もっと、メリハリがあった形にすればもっと仕事が発生するのではないか、そういうふうにしたい。それから、農地バンクにつきましては、昔農地を貸した取り上げられたというそういう、昔ありました。そういうようなことから農家の方が貸すってことに対して大変なあれを持っています。ですから市と農協がきちんとそういうシステムを作って信頼されて貸す方も借りる方もそういうような農地バンクが大変重要だというふうに思っています。はい、ありがとうございました。では続いて北松様、お願いします。他市のモデルということでご質問いただきました。丸1の地域経済振興計画につきましては、4市の中ですと和光市、そしてお隣西東京市、そして策定過程も含めてこれは面白いです。ぜひこのやり方も試してみたいと思っているのは武蔵野市であります。丸2のモデルでありますが、茨城の高萩市、そしてまた寝屋川市でも実施をしています。97万9310円の事業費でございます。若者の就業支援につきましては、大和市が同様の事業を60万円で進めております。ニーザーだからというのは、やはり3つもこの 22.8km の中に大学があるということであります。これを生かさない手はないと考えております。はい、ありがとうございました。それでは最後に津田様、お願いいたします。はい、出しても、いや同じようなことやってんじゃないのというご質問ですけれども、やはりニーザーでしかできないということは、やはりボランティアの皆さんですね、市民の皆さんのボランティア意識、これがだいぶ強いということです。今578もですね、ボランティア団体が先ほど申し上げました。みんなでいい町を作ろうよ、できることをやってあげるよ、こういう意識が強い町になっております。ゴミでもですね、市民1人当たりのゴミ量は県下最低ですし、犯罪も3900件から2200件、もうそういうボランティアの防犯パトロール隊等もしっかり働いていただいて、本当にありがたい限り、そういったボランティアの意識をしっかりと受け止めながら、その仕組みを作っていくということが、これから大事だ。
だから地域の皆さんのこのボランティア意識を育てていく、特別なことをやるんじゃないか、できることができることをやっていこう、そういう仕組みをしっかり作らせていただきたいと思っております。はい、ありがとうございました。それでは、私たち主催者の方でですね、用意をしておりました書式に関しては、最後のテーマの方に移っていきたいと思います。ここまで、すぐに行う重要施策ですとか、4年間の取り組む重要施策、また個別テーマとして行財政改革、新座市経済活性化という形でご紹介をいただいてきましたが、当然ながら他にも多くの重要な課題もしくは政策というものをお考えになられているのではないかと思います。そこでですね、この行財政改革と経済活性化以外に上記2つ以外の重要課題として具体策を1個ほどご紹介いただければというふうに思っております。また発言順番を入れ替えまして、続いて小島様から聞いて私も発言をお願いできればと思います。それではよろしくお願いします。三級学級を全学年で実施したい。これは小日学級が、大変制度ももう認められていくことです。それでリーダー氏は大変市長負担に制度にこだわっているんですけども、そういうのにこだわらないでやっぱり小日学級に踏み出すべきだ、こういうことです。それから公民館の利用の無料化ですが、ニーザの社会教育は本当に日本の中でも高く評価されているんです。埼玉でもそうですよね。そういうようなことで、そこでのサークル活動などは大変地域に根差しています。そういうようなことで、公民館が、気軽に多くの方に利用できる、そういうような形のものにしていきたい。それで社会力を前進させていきたいというふうに考えております。それから、放射能の、福島原発のことについては大変日本中この不安に陥れたんですけども、原発ゼロも含めて目指すんですが、その中で学校給食の食料の検査をなお充実させていきたい。いざは学校方式になっていますので、今実際に給食の全量検査もやってるんですが、しかし1ヶ月にこの1回ぐらいしかそういう意味ではできない。それで外外に回さなきゃいけない、そういうような状況ですので、これを、この機会を増やして、それでもっと、この綿密に調査ができるようにしていきたいというふうに考えています。はい、ありがとうございました。それでは続いて平松さんの説明をお願いします。はい、それでは、3点お話をさせていただきます。まずはまちづくり条例の提案であります。この8年間多くの方々に会ってまいりました。そして、ね、皆さんたくさんのこの新座に対しての思いを持っていらっしゃる。こういうことだったら私は協力できるのに、私はこういうことだったらできるよ、こういう街になったらいいのに、そういった思いをたくさん聞いてまいりました。その皆さんの発意をしっかりと受け止めまして、それを側面支援するのが行政の役割だと考えています。その仕組み作りを提案させていただきます。続いてシティセンスの展開であります。これからの人口減少社会の時代、人口を獲得していく、これが自治体経営の鍵であります。そういった中で住んでみたいと思っていただくためにも、リーザのいいところをソーシャルメディアを使ってお金をかけずに PR をしてまいりたいと考えております。最後に公共施設アクションの作成であります。この新座市、昭和40年代50年代に一気に発展をいたしました。1年に2校学校を作ったという時代もあったそうであります。一気に作ったということは一気に老朽化するわけであります。このマネジメントをどうするか、お金がかかることであります。統合するのか、今のまま建て替えをするのか、耐震補強でいけるのか、あるいは複合施設化するのか、そういった検討もしなければいけないのと同時に、今ハードのことだけ申し上げました。ソフト、30年前、40年前に必要だった行政サービスと今必要とされているサービス、これは違うわけであります。その中身をしっかりと検討して、新しい行政サービスと施設を通じて提供しなければいけないと考えています。併せて災害にも強い一層の耐震化、災害時の拠点となる機能強化も図っていきたいと考えています。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続いて須田様お願いいたします。はい、まずですね、新座市のやはり目指す街づくりの方向、これを皆さんにもお考えいただきたいと思います。
私はやっぱり銀座は東京の隣で大変利便性が高い。この利便性をこれからもですね、確保していかなきゃいけないと思います。ただ同時に銀座の良さっていうのは何かといったら緑が多いことですよ。雑木林がたくさんあって畑もいっぱいあって手さりが流れている。そういったところでやっぱり田舎の佇まい、田舎の風情も残っているからこそこういうところに住みたいよねって言っていただけるんじゃないか。それをしっかり残していく政策、まちづくりっていうのが基本になければいけないと思います。ただそれを残していくためにはどうしたらいいかっていう政策が大事です。私は税収を伸ばしていかないと、今皆さんお話ありました。これからのやっぱり日本、特に市町村は人口減少です。税収がどんどん落ちます。そして高齢化です。その税をしっかりと確保するためのまちづくり、税収の伸びるまちづくりをやっていかないと、これからの町は発展はない、ニーズも大変なことになると私は思っておりますので、並行してやらせていただきたい。税収の伸びる仕掛けもさせていただきたいと同時に、これからの市民福祉の充実等もしっかりやっていきたいということで、まず地下鉄の延伸、これは27年2月に結論がもう出てしまいますので、これまで全力を挙げさせていただきたいということです。それから子育て支援、これも大事です。今多くの方々がニーザに越してきております。そして子育てされておりますので、この支援もしっかりと幼稚園と保育園のうまいコラボ、これもできればいいと思っております。こういったものもやらせていただきます。そして安心安全な街、もちろん当然ですよね。住みたいという一つには安心で安全に暮らせるましてあってほしいと思っておられるわけですから、そういったところでしっかりと安心安全確保させていただきたいと思っております。はい、ありがとうございました。じゃあ最後に田中さん、気分感覚説明お願いいたします。はい、田中です。それ以外の重要課題ということですけれども、実は揺れつつきがたい大切な課題がございまして、実は悩んだところですけれども、ここに3つ掲げさせていただきました。1つ目には待機児童ゼロということです。家庭保育室や企業内保育への支援の強化、支え合いによる新たな保育の場の確保など、多様な保育事業に取り組み、待機児童ゼロを目指したいというふうに考えております。財源的な問題や、あるいは用地の確保等を含めまして、公設の保育園ができるという、その糸口や可能性が見出せますならば、もちろんそれには着手したいというふうに考えておりますけれども、なかなか難しいという段階にあっては、まずすぐ打てる手ということで、このように書かせていただきました。それから2つ目に、小児救急医療の充実です。小児救急につきましては、本当に、小さなお子さんを持たれた方に、おきましては、しみじみと実感される問題かというふうに思いますが、ここ新座におきましても、今までは市民病院にですね、小児救急ということで依存してきたという点がございますが、ご存知の通り、市民病院、なかなかの財政難ということでございます。やはり市民病院の負担金支出を実現しまして、小児救急医療の拠点として、新座市民にとっても地域医療全体の向上につながるように、これを支援していきたい。そういう形で、小児救急医療の在り方を充実させていきたいと考えております。そして最後に、やはり雇用の問題、障害者、あるいはお年寄り、そしてさらには、若い人たちの雇用の問題、就職の問題、そうした問題を含めまして、ジョブコーチ制度というものを真剣に捉えたいと考えております。経験豊富な定年退職者がコーチになって、若者や障害のある方の就労を応援する仕組みを作ります。さらに生活保護者の自立支援にも広げていきたいと、そのように考えております。はい、ありがとうございました。それではまた私の方から皆さんに質問をさせていただきたいと思います。小鹿様の方でですね、この政策にそのところを取り上げていただきましたが、これらの政策やはりどれもですね、総の、取り組みとなってお金も必要になってくるかと思いますが、この政策それでも必要なんだというところが思われたものがあると思いますので、なぜこれらが本当に必要なのかというところを改めてお聞かせいただけたらなというふうに思っております。昨日との同様にですね、重要課題、重要政策としてこれらを一つ挙げていただいているんですけど、今の議題によってなぜこれが行財政改革、経済活性化について必要なテーマとしてこれを取り上げたのかということでご紹介をいただけたらというふうに思います。でですね、津田様の方、近くの沿線延伸のお話が待機児童ですとか安心安全な街づくり、最後の方ですね、安心安全な街づくりの方でも時間が急になったかなというところがありますので、これ取り組んでいただいてどういうふうに街が変わっていくよというようなことを少しご紹介していただけたら幸いです。
最後に田中さんはですね、他にもいろいろある中でこれらの3つを政策に重要だと思ってきたということもございますので、ぜひそこに込めていただいた思いというのを改めてご紹介いただけたらというふうに思います。それではまだ小島様から順に小島さん代表をお願いいたします。今小学校1、2年では35人という程度のという県の施策もあって実施しているんですけども、3年生になった途端にもうそれまで27、8人だったクラスが36人、7人、8人、こういうこと急にこの人数がこういう現象が起きているんです。ですからこうしたことにこの市長は負担にものすごく固執するんですけども、それをやめれば全部今各学校5校から7校ぐらいですから、そこに、1クラス増やす関係で言えば1億円弱のお金でできるんですよね。それでその少人数で子どもたちの先生が目が届く、そういう形をぜひ実現したいと思います。はい、ありがとうございました。では続いて平本さん、この3つの、共通する点というかですね、私の思いですけども、やっぱりこの地域にですね、皆さんに誇りを持って住んでいただきたい、そして新座市に住んでいる、いいとこ住んでるんです、そういう街に持っていきたいと思っています。そのためには皆さんにまずは愛着を持っていただきたいし、皆さんの思いが、発意が実現できるような、そういった街でなければいけないと思っています。そのための市民づくり、丸1で提案をさせていただきました。そして新座市のいいところをケアするシティセンスの展開、こちらは丸2で提案をさせていただきました。それと合わせて時代に合った、そういったそしてこれからの時代を見据えた街づくりをしていかなければいけないと考えております。昔ながらの行政サービスではなく、これからの時代何が必要なのか、しっかりとソフト面についても検討する必要がある、施設を通じて検討する必要があるということで丸3を掲げさせていただいているところでございます。はい、ありがとうございました。それでは須田様、お願いします。はい、安心安全な街をということで、どんなことを考えていますかということですけれども、まず今地域防災計画、これ見直しを図っております。今まで考えられなかったこと、例えば新座市内でも帰宅困難者、こういった方がたくさん出ました。こういった方々の受け入れもこれから考えていかなきゃいけない。それ以上にやはり災害時の弱者と言われている一人暮らしの方ですとか、あるいは障害を持った方々、こういった方々を本当に大きな地震が来た時にどのように助けていったらいいのか、近所の方々のお手伝いもいただかなきゃいけない。そして今手当て方式で希望しましたら6000人の方が助けていただきたい、なんとか頼む、こういう声を上げていただいております。この方々に対して地域でどういった支援ができるのか、また救出、救援、救助、避難誘導、こういったものができるのか、地域の皆さんとこれから12月までに検討させていただきたいと思っております。安心安全な街を作っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、田中です。行政の果たす役割、仕事として社会的に立場の弱い方々にどこまでの手を差し伸べることができるのかということは非常に重要な問題だというふうに思います。そういう意味でこの待機児童ゼロにつきましても、小児救急医療の充実につきましても確保のできない重要な政策であるというふうに捉えております。そしてまた雇用の問題につきましては、今までは国や県がやるものと新座市自治体がやるものではないというような固定観念が強かったと思いますけれども、そのようなことを言っていられるような時代ではなくなったというふうに考えております。一番身近な自治体が雇用の問題についてもかなり力を入れて取り組むと、そして確実に、その成果が上がっていると実感できるところまで持っていかなければならないと、そのように考えております。未来へ向けた種まきという意味でこの3つは非常に重要なことだというふうに捉えております。はい、ありがとうございました。ここまで のやり取りでもですね、主催者の方で事前に指定をしていたテーマにのっとった、このマニフェストにのっとった議論というものが終了することになるんですけれども、エームスがどうしてもこのマニフェストにのっとるとちょっと議論がですね、窮屈というか堅苦しいところもあったかと思いますので、主催者の方から個別のテーマを2つ用意して、こちらに関してはマニフェストを必ず自由に意見を聞いてみたいという
というような形でテーマの設定の方を受けております。このテーマに関してはですね、まだこちら前に出ていただいております公表会社の皆様にお伝えをしておりません。ここで初めてお伝えをすることになるんですが、このお伝えをするテーマについてそれぞれまた2分間でご回答をいただくというものを2回繰り返していきたいと思います。では早速ですね、最初のテーマの方に参りたいと思います。最初のご意見を伺いたいテーマとして会社の方が設定しているのが、この認可誌2次救急、特に2次救急医療において小児科医が不足しているのではないかということを懸念点として挙げられておられました。この小児科医療問題に医師が不足しているという現状に対して、どのようなご意見をお持ちなのかということをお聞かせくださいということです。で、2つ目のテーマですね、まずこちら一巡していただいて、次2つ目のテーマの方なんですが、こちら2つ目のテーマは、この忍者テーマってやはり東京に近いということもあって人の出入りが激しいようです。この忍者に人が定着をしていく、そうするためにはどのような政策対策を打てますか、ご意見をお聞かせください。この2つをこれからお伺いしていきたいと思います。まず初めのテーマ、忍者市におけるこの小児科医の不足ということに関して、まず平松様からまた順に2分間でご意見を伺えればというふうに思います。それでは平松様お願いいたします。はい、先ほど、すぐに行う重要施策の中でもですね、小児救急医療の問題についてはお話をさせていただいたところでございます。四季市民病院がですね、ああいったような形になっておりまして、新座市としてもですね、医師だけでなかなかこれを対応できるような問題でもないと考えております。先ほども申し上げましたけれども、医師会ともですね、これからしっかりと関係性を構築しまして、いろいろと医療法人との協調も推進してまいりたいと考えております。また朝霞医師の連携もさらに強化をすることが大切だと思っております。地域市民病院の問題につきましては、例えば先ほど別の方からも支援金というお話がありましたけれども、その支援金だけでなかなか難しい場合、あるいは民間で対応しきれない場合、そういった場合は一部事務組合方式、これを朝霞4市で取ってですね、そういった形で公でしっかりとそのこの小児救急医療の問題についても取り組んでいきたいと考えているところでございます。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続いて須田様お願いいたします。はい、この二次救急医療の問題はですね、大変子育て中の皆さんにとっては不安な件だと思います。市民病院がたくさん出ていただいていたがいたわけですけれども、ちょっと残念ながら医師不足という問題、医師が辞めるという問題で、クローズアップされてしまった。でと同時に、光が丘の日大光が丘病院の方での小児救急医療、夜間救急もやめてしまった、撤退してしまったという問題、また国立埼玉病院、今は行政法人ですけれども、こちらの方も医師不足から今大変夜間の救急は受けないというような問題、こういった問題があってですね、大きな課題になっているわけです。これは認定しだけで解決できる問題ではありません。ですから今夜間ですね、1年間に4市で夜間救急で15歳までの子どもたち、どのくらい救急車で運ばれているかというと800人です。1年間に800人の子どもたちが4市ですよ、4市で運ばれております。この子どもたちをどこにじゃ運べばいいか、こういうことで今朝霞地区のですね、私が責任者やっております、消防の責任者で、多摩北部医療センターというのがあります。そちらの方にお伺いしました。なんとかお願いできないか、全部連れてきていただいて結構です、救急車全部受け入れましょう、医師13人います。でもう一つ、これは清瀬と東浦山の境にあります。でもう一箇所は羽倉を渡ったところ、大久保浄水場のところに埼玉市の救急医療センターがあります。こちらにも医師13人います。須田さん、4市の子どもたち、800人ぐらいでしたら全部来ていただいて大丈夫です。こういう、受け入れはありますよということで了解をいただいておりますので、今直ちに例えば敷地民病院がなくなったとしても心配はありませんけれども、やっぱり4市に救急医療の拠点がないというのは大変なことですから、今後とも4市の市長で連携を図りながらしっかりやらせていただきたいと考えております。はい、ありがとうございました。それでは田中様お願いいたします。田中です。第2次救急医療ということで、小児科医の不足の問題ということでございますけれども、確かに小児科をやっても割に合わないという声をよく聞かされます。それは、いろんな対応の実態であるとか、また制度上ですね、保険診療の関係で点数が低いとかいろいろございます。
そういうふうな中で、そんなこと言わずにと言ってもですね、なかなか、私処理がやりましょうと、心よくですね、受け止めてくれる医師の方はそう簡単に出てこないというふうに思います。ですから私はそういうふうな点も、十分考慮しなければいけないと思いますし、また、各自治体が第二次救急医療ということで補助金を出しておりますけれども、この補助金の内容も、小児科に対する補助単価がですね、他のものに比べると低いんですね。これの、補助単価は小児科だけ低いという面も、各自治体としてそれを見直すということは十分できると私は考えております。このような点をですね、十分考慮しまして、地域が財政的な支援をしまして、きちんと、小児科医の皆さんが、安心して、希望を持って働くことができるような、そうした環境整備を自治体はしていかなければならないというふうに考えております。そしてまたやはり拠点がどうしても必要となると思いますので、これはいろいろ出ておりますけれども、市の市長さんとお話をしまして、四季市民病院への支援をですね、きちんとした支援を組み立てることによって、周辺、自治体で支えていきたいと、そして小児科、医療のですね、中枢として拠点として、捉えていきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。それでは最後に小塚様お願いいたします。小児科の問題は本当になかなか大変な問題、それで特に国の医療行政にも関わるし、それから今お話にもありましたように医療報酬にもある、そういうようなことで、この小児科医の不足の問題はこの一時時代では解決はつかない、そして今不足して出なかなかというお医者さんを求めない、こういう問題を抱えています。しかし今子どもたちの問題で言えばすぐにも必要で、そういうのでこの問題についてはこれまでも第三次医療がついて領地で集まって、それでそういう機関を作ってやった経験もあるわけなんですよね。ですから領地で組合を作って、そういう小児医療きちっと拠点を作ってやっていく、そういうようなことも緊急に早急に求められているというふうに思います。しかしこの問題は本当に国を挙げて取り組んでいかなければいけない問題として、大きな問題だというふうに考えています。はい、ありがとうございました。ここで、それではですね、今回は質疑応答を出して皆様のご意見を聞いていくという形で進めていきたいと思います。続いてのテーマの方言、今度銀座からの流出人口を減らすにはどうすればよいかということで、それぞれの意向表明者の皆様のご意見をお伺いしていきたいと思います。で、今度また提言順一つずらしまして、今度は菅様から順番に2分間ご意見いただければと思います。それではお願いいたします。はい、人口定着化策はということだと思いますが、ニーザ今ですね、16万2000人、1年間に8000人ぐらいの方が転入されます。7000人ぐらいの方が転出をされます。そういった、確かに流動人口の多い位置に今なっております。昔よりも定着率はでも高くなりました。やはり3つの大学があったりですね、東京に近い駅の利便性の高い地区では、やはり賃貸のマンション等もたくさんありますので、流動人口は多いのかなと思います。これは東京近郊、首都近郊の立地ということで、これからもなかなか食い止めるというのはなかなか難しいかと思います。ただ言えることは、私も申し上げておりますけれども、ニーザの良さ、それは東京に近いという利便性と同時に、緑が豊かで住むのには田舎の佇まいがあって本当に心地よい町だ、利便性と心地よさが兼ね備わった町だ、こういったところに住みたかったんだ、そういった定着性を持ってどんどん来ていただけるような、そういう町づくりをすることによって、私は定着率は上がるとこういうふうに思っておりますので、いろいろな仕掛けをさせていただきながら先行を通して、一時期はある程度のお金はかかりますけれども、将来的には住んでよかったと思っていただける町に座を作っていくこと、そういった仕掛けこそが今大事だ。福祉も重要ですけれども、やはりそういったことをやっていくための財源確保、町づくりの大きな、やはりその将来展望というものをしっかり持たないと、私はこれからの勝ち組には入れないのではないかというふうに思っているわけでございます。これからの町づくり、このニーザの良さを生かしながら、
住んでよかったと、住んでよし、訪れてよしの町づくりをやらせていただきたいと考えております。はい、ありがとうございました。では続いて田中様、お願いいたします。はい、田中です。ここにこの町に住んだ市民の皆様が、他に引っ越しをしたりしないでこの町に定着してくださるということは非常に大切なことだというふうに思います。それにはやはり基本的にはこの町で安心した暮らしができるということ、そしてこの町が魅力のある町だということ、この2つをきちんと実現していかなければならないというふうに思います。まあ、そういった意味で今までいろんな具体的な施策についてお話をさせていただきました。安心ということで待機児童ゼロであるとか、あるいは小児救急医療の充実であるとか、そして働くことを考えている皆様にジョブコーチ制度の導入であるとか、こういったことも考えさせていただいております。まあ、魅力のある町ということになりますといろんな角度から言われると思います。この町に今あるもの、例えば、農地であるとか雑木林であるとか、あるいは伸び伸び用水を中心としたせせらぎであるとか、あるものをどこまで財産として捉えることができるかという、私たちの見る目、価値観の問題も非常に大切だと思います。そのことによってあるものを生かすということで魅力のある町にしていかなければならないというふうに思います。そしてまた そこにはスピード感が重要だと私は考えております。この町は本当に変わっているんだということをひしひしと住んでいる皆様実感していただける町、そうした意味で行政が意識しなければならないのはそのスピード感にあると私は考えております。そして市民の皆様と、そして、行政が一体となって、そしてその中で市民が主体となった町づくりを本当にこの町は進めているんだと、移り住んできた方がなるほどと強く実感できるような、そんな、町づくりを皆様と共に、作り上げていきたい、取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。それでは小塚様、お願いいたします。確かに首都圏近郊ということで定着させるというのは大変こう難しさもある問題だというふうに思います。それと、まあ、急激に人口が急増して、この私なんかも青森から引っ越してきてこの国内に、住み着いたという関係なんですけども、このあと住んだ人がこの地元の人たちのそういうこの密着っていうか、この近親感っていうか、こういうのもなかなか働いているこの時はこの作れないで、それで定年を迎えてしまうというようなケースもたくさんあるわけですよね。そういうので私はこの新座の農地、まあ、耕せなくて困ってる、貸したいっていう人もたくさんいるんですよ。だけども先ほど言いましたように、そのことがきちんとこう貸したり借りたりというようなことができないでいる、そういうようなことも含めて、まあ、雑木林を残すことも含めて、そういうとこう新しい人たちがこの新座に親しんで、それでこの、まあ、人生を最後まで終えたい、そういうふうに思える、そういう状況をぜひ地元の人たちと一緒になって、そういうふうにして作っていきたいなというふうに思っているところです。では平松様、お願いいたします。はい、2点あると考えております。それはまず一つは新座に対しての愛着を育むということでございます。私自身も新座で育ってまいりました。この新座に思い入れがあります。そういったふうに皆さんに思っていただくこと、フィルムコミッションでありましたりだとか、先ほど申し上げたシティセールス、いろいろなやり方があると思っております。愛着を育むということが1点目でございます。2点目として、行政がしっかりと市民に向き合うということでございます。市民の声がしっかりと通る、市民の声を生かした、そういった行政運営へと変えていく、市民の方をしっかりと向いた、そういった行政運営へと変えていく、そして市民の皆様のお一人お一人の思いに行政の職員が気づき合わせて真剣に向き合う、そういった行政に変えていくことで新座市に住み続けたいと皆さんが思っていただけると考えております。以上です。はい、ありがとうございました。ここまでですね、会の始まりからマニフェストの議論、そして最後の主催者側が持った2つのテーマに関しての議論というのは、およそ2時間、長時間にわたって皆様本当にご清聴ありがとうございました。平日の夜にもかかわらずこれだけ多くの方にお越しいただいておりますので、最後に今日ご出演いただいたより公表名者の方々からそれぞれ最後にですね、来場者の皆様に対する主張の方を
1分間でしていただいて、会の締めくくりとしたいと思います。で今度順番をまた出しまして、田中様から順番に田中様、小鹿様、平松様、そして須田様という順番で、この最後のご主張の方をお願いをしたいと思います。それでは田中様、1分間でお願いいたします。最後は田中様から、はい、はい、すいません、お願いします。はい、田中です。私、まあ、1分間ということですので、やはり、ポイントは市民の皆様が持てる力を十二分に発揮していただくこと、それしかないと思います。いろんな財政難の状況にもあります。行政がリーダーシップを取り続け、先頭を走って、どんどん引っ張っていくということ自体にはもう限界がございます。そこにはやはり市民の皆様が十二分の力を発揮していただけること、そのことをバックアップすること、その環境を保障すること、そして一緒になって、苦労し悩み、皆様と共に同じパートナーとして一緒になって歩んでいくこと、行政がどこまでそこを貫徹しているかということで、市民の皆様は必ず感じてくださると私は思っております。その時に必ずこの新座市は未来が開けると、そのように考えております。そうしたことに向けて全力投球で向かっていきたいと考えております。はい、ありがとうございました。それでは続いて小石川様、お願いいたします。今本当に国の政治がめちゃくちゃです。それで本当に多くの人が閉塞感というか、この見通しが持てないでいる、こういう状況で、まあ、私なんかこの学校卒業した時にはね、本当に日給220円の時から働いていたんですけども、こんな今のような不安はなかったですよね。そういうようなことで地域でこの新座でそういう本当に困っているところに手が届くような、そういう行政を進め、そして支援ができる、そういう仕組みを作っていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。それでは平松様、お願いいたします。本日は我々4人の思いに耳を傾けていただきましてありがとうございました。いろいろと申し上げましたが、私は自分の育った人数をもっと良くしたい、そういった思いの一心になります。皆さんと一緒に次世代に胸を張って渡せる、未来につながる持続可能な街を作り上げていきたいと考えております。本日はありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に津田様、お願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。私自身、私が考えている街づくりの方向をお話をさせていただいた、いただけたと思っております。やはり市長は旗振り役だと思います。しっかりと旗を掲げていること、ただその旗がどんな旗かということが大事なんです。そのためには市民の皆さんのご意見もいただきます、お聞かせをいただきながらやっていかなきゃいけないと思います。オープンドアの姿勢、これからも続けてまいります。しっかりと旗を振り、市の方向を示して、市民の皆さんからご意見もいただきながら、修正も図りながら、税収の伸びる東京近郊でこの佇まいをしっかり残しながら、緑豊かなふるさと作りを今後ともさせていただきたいと心から感じております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に平日の夜にもかかわらず、大勢ご来場いただきました新座市民の皆様、そしてまたルール上なかなか窮屈な思いをさせてしまったかと思いますが、各種の議論に応じていただきました立候補表明者の皆様、本当にありがとうございました。おかげさまでこの公開討論会、無事に中身の濃い議論をすることができたかと思います。出演いただきました皆様へ改めて本来の気持ちを思いつつ、会の方を一回締めさせていただきたいと思います。それでは全体の進行を司会の方にお戻ししたいと思います。出演者の皆様、田中様、ありがとうございました。ここで出演者の皆様とコーディネーターの花口様がご退場されます。皆様、拍手を持ってください。
以上をもちまして新座市長選挙ローカルマネージメント型公開討論会を展開いたします。なお資料についております万全の用紙に記入していただき出口のところで回収してますので、ご協力